赤ずきんはお母さんのお使いで森に一人で住む病気のおばあさんにワインとパンを届けに行きました。一族には確かに男しか生まれない。だが100年に一度、赤い月の夜に女の赤ん坊が生まれることがある。その子が成長すると犬神退治が赤ずきんになるからだ。私は犬神にはらまされ、生まれたばかりの私を命がけで守って殺された母の胸に背負っている。だから絶対に負けられない。最後の一匹まで犬神を駆り立ててやる。逃げろ逃げろ。犬神の子なんか産むんじゃない。狼なんかにやらせるな。女の貞操を守り抜け。はい。私は神殺しの魔女だ。どうしたの魔女は怖いの。校長先生の口はどうしてそんなに大きいんですか？